どうも無印マニア無常です。今回はクリスマスプレゼントに最適なアイテムを7つ紹介していきます。1000円未満のものから高くても3000円までのもので、性別を選ばないアイテムに絞りました。物足りない方は組み合わせをしたりしても喜ばれると思います。そして今回こちら全部視聴者さんに僕からのクリスマスプレゼントにさせてもらいたいと思ってます。先日ねチャンネル登録者も3万人を超えました。本当にいつもありがとうございます。日頃の感謝を込めてささやかですが送らせてください。応募方法は動画の最後にお伝えします。それでは行ってみましょう。無常にお任せ。バームクーヘン4本セット600円。こちらね、好きなバームクーヘンを選んだらこんなに可愛い箱に詰めてくれます。しかも無料です。この箱は通年無料でやってるサービスなんですけど、今はクリスマスの時期なのでメッセージカードも無料でもらえます。白と赤と緑から選べるようになっています。そしてこの 4U って書いてあるリボンシールも無料でもらえます。無印さんありがとうございます。この箱ねめっちゃしっかりしてるんでいいんですよ。この佇まいで600円しか使ってないってすごくないですか。結構高級感のあるね箱です。このねメッセージカードを添えて、ちょっと職場の人にプレゼントするもよし、お世話になってる方にプレゼントするもよし、ちょっとね気持ち伝えたいなっていう人にクリスマスプレゼントとして渡すなら最適です。これ 4U っていうシールは貼ってるだけなんですけど、これなかったらクリスマスだけじゃなくてもちょっとお隣さんへとかも使えそうですよね。かなりちゃんとした箱です。で、早く中身開けろよって感じだと思うんですけど、中身はどうなってるかというと、じゃん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 、こんな感じでバームクーヘンが入っております。じゃん。今回はこちら、定番のバナナバーム、それから塩キャラメル、これはね2つは僕が好きなやつなんですね、選びました。そしてこっちの2つは季節限定の紫芋バームとかぼちゃのバームをチョイスしました。この2つは僕食べたことないです。なのでこれをプレゼントでもらった人は感想を聞かせてくださいね。賞味期限は21年の1月の前半ぐらいまでとなってます。なので届いたらお早めにお食べください。カレー6個セット2040円。こちらも無印といえばのカレーですね。カレーの詰め合わせです。これまた箱がおしゃれというか可愛いです。無印良品のカレーというふうに書いてあります。好きなカレーをね6種類選んだらレジでこの箱に詰めてくれます。もちろん無料です。こちらも通年やってるサービスなんですが、クリスマスシーズンの今はこちらのメッセージカードが無料でもらえます。では開けてみましょう。じゃん。これ見てください。カレー好きにはたまらない絵だと思います。ここには無印良品のカレーって書いてあって、なんかいろいろ書いてあります。箱も可愛いですよね。で、無印には20種類ぐらいカレーがあるので、子供が好きそうなカレーをチョイスしてもいいし、送る人のね顔を思い浮かべながら選べるのがまた楽しいと思います。で、僕が今回視聴者さんのことを考えながら選んだのがこちらです。前動画でこのレッド、グリーン、それからイエロー、この3種類を食べ比べしたんですよね。この辛いカレーシリーズをぜひ食べていただきたいと思って、この3つを入れました。マジで辛いんで、胃が弱い人はやめといてくださいね。そしてあとは定番のバターチキンで、食べて美味しかったキーマカレー、キーマ、そしてこのエビのクリーミーカレー、ブラウンマサラかっていう、この3つを。こちらはさっきの3つほどは辛くないので、まああまり辛くないカレーを3つ選びました。賞味期限はだいたいどれも21年の10月、来年の10月とか11月ぐらいまでなので、まあこっちはね全然持つと思います。無印のカレーはね本格的なカレーなんで、カレー好きにはクリスマスプレゼントとしてあげたらきっと喜ばれると思います。あとフライパンで作るナンっていうのも売っているので、一緒にあげてもいいかもしれませんね。ではこのプレゼントはカレー好きさんに届け。アロマストーンとエッセンシャルオイル1680円。次はこちらなんですけれども、アロマストーンとエッセンシャルオイルがこの箱の中に入っています。ちょっとねもう封をしてしまってるので開けれないんですけど、これと全く一緒のものになります。で、こちらがクリスマスプレゼントに最適な理由は、どこでも使えるっていうことなんですよね。オフィスの机の上に置いといてもいいし、まあ、好きな本とかね読みながら、テーブルの上に置いといてもいいですし、寝る時の枕元にも置けるんですね。香りは強くないので匂いで周りに迷惑かけることもほとんどないと思います。これ見た目も可愛いでしょ、雪見大福みたいで。
これ白とグレーがあるんですけど、まあ、白はねちょっとこのオイルの跡が、まあ、グレーもちょっとは残るんですけど、白の方がシミにが残りやすいのでグレーにしました。お皿もセットで販売されています。でここにこの好きなアロマオイルをまあ適当にこうやって垂らします。するとこうだんだんね、うわやばいやってしまいました。だんだんとこう揮発していくというか馴染んでいくんですよ。でするとこう、ああめっちゃいい香りですね。アロマの香りが漂います。ちなみにこれは僕が好きなグレープフルーツの香りですね。このセット一緒のものを入れております。でアロマを楽しむのにこういう商品があるっていうことを知ってる人そんなに多くないと思うんですよ。なんかアロマ炊くってなったらアロマディフューザーとかなるかなって思うんですけど、まあこれだったら気軽に机の上とかに置いとけるのでプレゼントに最適かなと思っています。でアロマは無印にたくさんの種類があるので本人さんが好きなアロマを買い足せばまあ、ずっと使えるのもいいかなというふうに思っています。エッセンシャルオイルのね、専用ケースもあるので、もしハマる人はコレクションしていくっていう楽しみもありますしね。で、アロマを決めるの大変とか、その香りがわからんっていう方は、このグレープフルーツ選んであげたら、間違いないです。万人受けする香りですね。こちらのギフトボックスは、この商品が入るサイズのギフトボックスを選びました。こちらスクエアハーフという箱で、有料で100円となっています。で、このリボンと、先ほどのね、メッセージカード、これは無料でもらえます。サコッシュ990円、これはね絶対に喜ばれます。サコッシュこれなんですけど、僕が持っているもの、やっぱりプレゼントって実用的なものをもらった時に嬉しいですよね。これはねちょっと出かける時に最強の相棒になります。僕はいつも使っています。コンビニ行く時とか、まあ、あと今はちょっと行けないですけど、まあ、旅行中だったりとかフェスなんかに行く時も大活躍してくれるサコッシュです。このサイズで財布、カードケース、パスポート、チケット類、母子手帳など身につけておくものが入るねちょうどいいサイズ感になっています。カラーバリエーションも豊富です。今回無難に黒を選ぼうと思ったんですが、黒が売り切れてたので僕とこの一緒のネイビーを、選びました。こちらネイビーが入っております。で実はこれもう一つ買えば2個付けもできるんですね。ここのホックを外すと、例えば1個じゃ入りきらないとかいう場合はこうやって付ければ2個付けができちゃいます。まあこれはアレンジですね。で紐を外せばこのようにポーチとしても使うことができます。デザインもシンプルなのでコーディネートの邪魔もしないから絶対に喜ばれますね。そしてこのコットンのギフト袋は有料で、コットンギフト袋ショーというもので150円になっております。このリボンとメッセージカードは無料でもらえて、ここにね穴を開けて紐を通してくれるっていうようなことはレジでやってくださいます。ポケッタブルダウンマフラー1990円、こちらなんですがダウンそのままのマフラーなんですね。これ僕も持っていてこんな感じです。ダウンそのまま、このダウンめちゃくちゃぬくいんですよね。でマフラーってもうみんなすでに絶対持ってるじゃないですか。こちら2本目として持ってたらいいと思うんですよね。だからプレゼントとしてあげたら喜ばれると思います。こちらの魅力は小さく畳めるポケッタブルサイズという点です。この端っこにポケットになるところがついていて、空気を抜きながら丸めていきます。そして最後このポケットの部分に収納してあげるとこんなに小さくなるんですね。外は寒いけど屋内だったり電車乗ったりした時に暑いっていう時ありますよね。マフラーって意外とかさばると思うんですけど、こんなに小さくなるのでカバンに入れておくことができます。あと家で使うのもいいですね。寝る時布団かぶってても首周りがスースーして寒い時ってありますよね。これはものすごく軽いんで邪魔にならずにあったかくすることができます。メインで使ってるマフラーありきで2本目のマフラーとして重宝されるのではないかと思います。今回ねこちら僕と同じ黒を選びました。こちらのラッピングは190円で売っている巾着袋を購入して、それに無料のメッセージカードとリボンをつけてもらっています。この巾着袋は3種類あって、これメルシーって読むんですかね、ちょっと読み方とどういう意味かも分かんないんですけど、まあ、一番クリスマスっぽいのでこちらを選びました。あとなんか魚の絵が描いてるのと招き猫が描いてるこの巾着袋、その3種類が販売されてるので、まあ、好きなものを買ってラッピングしてもらうことができます。湯たんぽと湯たんぽカバー2280円、こちらなんですけど湯たんぽが入っております。湯たんぽって持ってる人少ないですよね。だからプレゼントで渡すと喜ばれます。特に女性には喜ばれます。この湯たんぽ8時間ぐらいぬくいので、これからの本格的な冬に備えてあると快適な睡眠になると思います。しかもこの暖かファイバーの湯たんぽカバーの触り心地が
なんとも気持ちいい、ふわふわです。詳しい使い方もね、説明書に書いてあるので安心です。そしてこれラッピングがね、可愛いんですよ。めちゃくちゃこんな感じで中にリボンをつけています。めっちゃ可愛くないですか。これ店頭でこうやって飾られてて、店員さんにこれと同じラッピングしてくれますかって聞いたら、いいですよって言ってやってくれました。無印の店員さんってなんであんな親切なの。なんかこっちが心からありがとうございますってなりますよね。このラッピングの仕方はデフォルトじゃないので、こうしてほしい人は店員さんにこのようにやってほしいっていうことを伝えてくださいね。でこちらも巾着袋はメルシーを選びました。それに無料のメッセージカードをつけてもらっています。肩の負担を軽くする撥水リュックサック2990円。最後はこちら、ドン、めっちゃでかいんですけど、これちょっともう後ろ置いときますが、こちらのリュック、これはね、見た目以上想像を超える便利なリュックなんですよね。使ってみて初めて良さが分かるんですが、超多機能です。これプレゼントしたら1ヶ月後ぐらいに、あれほんまにいいわ、毎日使ってる、マジでありがとうって感謝されるリュックです。こちらね、まず背負っても重さを感じにくいです。肩紐の外側に力が分散するように設計されています。持った時の体幹の重さと背負った時がね、全然違います。パソコン持ち歩く人なら特に喜ばれると思います。そしてキャリーケースにかけられるベルト、こちらですね、出張が多い人とか、まあ、旅行好きの方とかは最高です。それからここにある背面ポケット、まあ、こうやって背負ってますよね。でここをチャック下ろせば、ここからすぐに何か物を取り出すことができる。だから鍵とか小銭入れとか、ちょっとしたものをここに入れておけばリュックを下ろさなくていいので超便利なんですよこれ。それからこちら撥水加工をされています。なのでちょっとした雨だったら全然大丈夫ですね。あと程よい生地の硬さなので自立します。これ置いた時にふにゃーってなっていくリュックってちょっと嫌じゃないですか。もう結構ね、荷物入れてても入れてなくても結構自立するんで、これはかなり使いやすいと思います。これは本当に学生からフリーター、ビジネスマン、主婦まで幅広く喜ばれるので、プレゼントでもらったら喜ばれること間違いなしのリュックです。今回ね、こちらも僕と同じ黒を選びました。でこちらのラッピングなんですけど、コットンギフト袋の台っていうやつ250円にメッセージカードとリボン、無料のものをつけてもらっています。おまけ、今回は性別やサイズを選ばない商品を選んだので、ここにある7つには入れなかったんですが、他にもクリスマスプレゼントにしたら喜ばれると思うアイテムを紹介します。1つ目はこちらのフランネルパジャマ。こちらあったかくてデザインも豊富で、この脇腹に縫い目がないという快適な睡眠をくれるアイテムになっていて、僕もお気に入りのパジャマです。パジャマ着て寝るっていう発想がない人もいると思うんですけど、クリスマスプレゼントとかでもらったら着ると思うんですよね。このパジャマは結構快適なのでプレゼントにもおすすめです。それからこちらのインナーダウン、こちらコートのインナーにも着れるしアウターにもなるダウンです。薄くてあったかいのとコンパクトに折りたたむことができます。こちら一度裏返して、で空気を抜きながら畳んでいくんですよね。そしてこのようにひっくり返すと、こんな感じで内ポケットに収納したら小さくなるっていう風になってるので、携帯性も抜群で春先ぐらいまで使えるアイテムになっています。はい、では今回紹介したこちらの7アイテムを7名の方にプレゼントさせていただきます。応募方法は概要欄にある無事用の公式 LINE を友達登録していただいて、欲しい商品名と PR メッセージを送ってください。メッセージ全部読ませていただいて、この人にあげたいと思った方を僕が独断と偏見で選んでプレゼントさせていただきます。当選した方には後日メッセージを送ります。応募締め切りは10日後の12日の深夜0時夜中の0時までとさせていただきます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。クリスマスプレゼントにしたら喜ばれること間違いなしのアイテムを7つ紹介しました。今回の動画が役に立ったら嬉しいです。このチャンネルでは無印良品のアイテムを紹介していますので、無印好きな方は見逃さないようにチャンネル登録していってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無印良品にお任せ。